平野の仕様神宮寺ゆうた新反対な性格が大花点花点飛べの配信コンテンツで再確認するジグヒラの特別な絆とニコイチの関係。8月5日に神宮寺ゆうが初めて自身のアカウントから一人でインスタグラムリブ以下インスタライブを行ったのに続き、8月14日には平野紫耀も単独でライブ配信。 両者もに同時視聴者数20万人を突破したり、X、q ツイッターでトレンド入りをするなど、ファンはもちろん、ユーザーからの注目ぶりも伺えた。8月5日のインスタライブでは、グレーの T シャツにシルバーアクセサリーを合わせて登場した神宮寺。冒頭は少々慣れない様子ではあったものの、優しい表情を浮かべながらカメラに向かい、視聴者に語りかけていた。 自身のヘアスタイルに話題が及ぶと、前髪を作ったものの、まだ慣れていないことや、すぐに髪が伸びることを明かしたほか、みんな、どっちが好きなんですかと前髪の有無について投げかけた。寄せられたコメントをさらいながら、前髪ありなんだ、やっぱり、とつぶやいたものの、あった方がいいしかないんだけど。じゃあ今までの何だったん疑問符章。しょう と、少々驚いた様子で、ツッコミを入れる一幕も。神宮寺は、しばらくは、前髪、ありで行こうかな。みんなが好きって言うんだったら、溶け止める一方で、前髪なし派の声も広い、どっちもかないやー、ずるいわ、どっちも派、だってさ、例えば、みんなが仮にデートを行ったとするじゃないですか。とデートを想定してトークを展開。 この妄想をかき立てるトークに、カメラと顔の距離の近さ、ゆっくりとした口調や声のトーン。これぞ国民的彼氏である。また、同じ事務所と部所属の先輩三宅健が主張していることを知ると、三宅くん、と手を振り、めっちゃ優しいんですよ、と続け、視聴者からの、誰かいるでしょのコメントがトラップのように作用します。よそろキャンはできないです。 キャンプって言っちゃった、と、口を滑らせてしまう一幕も、こちらも思わずふふと笑ってしまう、和やかなひと時だった。ファンから質問を募ったインスタグラムの質問箱も大切りのように楽しんだと語り、ラフに始められることを知ったインスタライブについては、またやります。と、次回の配信に意欲を見せた。平野紫耀、神宮寺ゆうたとは対照的な自由奔放な生配信。 続く8月14日には、平野もインスタライブを開催。開始5分で視聴者数が36番人を突破と大勢がアクセスする中、単独で配信をスタート。ちょっと待ってねと神宮寺同様に少々慣れない様子でスタートしたものの、すぐにこんにちは、と明るい笑顔を見せた。配信日がお盆期間だったことを踏まえ、すみません、お盆中にこんな、と触れ、 この間、ジン、ジングージ、がしてたでしょ俺もしたくて、マネージャー君に話して、いいじゃんって決まりました。と、単独配信に至る経緯を説明した。そして平野は、全然、髪切ったの気づいてくれないじゃん。と視聴者にフレンドリーに話しかけていた。すぐに距離を縮めるのが、なんとも平野らしい。大きなシルバーのタンブラーを手に、はずいね、一人で喋るの。 と照れた表情を見せたが、コメントにツッコミを入れるなどして、ファンとの交流を楽しんでいた。配信では、プライベートで初めて陶芸に行ったことを告白。陶芸を陶芸と聞き間違えたコメントには、バイクや車で攻める方じゃなくて、いや攻めちゃダメだけど、と一人ツッコミを、し、以前出演したテレビ番組のドッキリについてのコメントを受けてあった、ね。俺が回るやつ。 土台の方がくるくる回ってた、そうあっちがベーシックらしい、よと兵や武士が、炸裂。地方を行ったらあるのかも、ね、と変わらぬちゃめっけたっぷりのトークを展開した。そして、突如、え、疑問符と驚いた平野、や、三宅が顔を出したようで。 平野はすぐさま駆け寄ったり、さらには親友からの電話が入ったり、天敵の雲が現れたりと、予期せぬハプニングを含んだライブ感たっぷりのソロ配信を終えた。後日、自身のインスタグラムに陶芸にチャレンジしているショットを投稿。演出を含めての面白さもあるテレビ番組とはまた違った雰囲気で、こうした素に近い姿が見られるのも SNS の醍醐味だ。 さて、二人の配信には三宅の名前が出てきたが、三宅の YouTube チャンネル、剣三宅で8月22日に行われた生配信でも二人の話題が出ていた。飛べメンバーが集まって行われたご飯会では、 平野が積極的に話していたことや、神宮寺が平野の発言に、それはちょっとまずいんじゃないか、と小さく突っ込みを入れていたことなど、平野と神宮寺は、ニコイチなんだな、と二人について語っていた。きっと三宅からすれば、後輩でありながらも、人として可愛い、面白い存在なのではないだろうか。 平野と神宮寺のエピソードに加えて、先輩からのニコイチという言葉に、改めて安心感を覚えたファンも多かったのではないだろうか。他にも神宮寺とイムプエの影山拓也、松井荘が食事に行ったこと、戸辺のご飯会では平野の隣にイムプエの佐藤神が座っていたなど、新たな交流も聞こえてくる。どこへ行っても、自分の担当。 死が楽しく過ごしていてくれることがファンとしての望みであり、自分のことのように嬉しく思うもの。個人の日常はもちろん、これからさらに新たな交流が盛んになりそうで、彼らの SNS から目が離せない。ゆずつきひろみから目が離せ